皆さんこんばんは。まゆです。今回は自分の誕生日に買ったセットアップ紹介します。はい、ということで私の流儀的に、YouTube で紹介してから普段使いにするっていう。YouTube で紹介してそこで初めて来てその感想を動画にしたいということで、届いてから YouTube 撮るまで一切着ないっていうのがね、私の流儀なんですけども、そこにかかってます。この赤いやつです。これとこれとセットアップなんでね。これか。セットアップなんで、こちらの3着を着ると一体どうなってしまうのか。ほっ、はい。かっこいい。てかめっちゃあったかい。あったかい。すごいあったかい。ぬくいわ。このセットアップぬくいわ。で、この、ちょっとダウンっぽくなってる、これ、ほら。これ、普通に脱げるんですよ。このままでもいい。このままでもいいんだけど、さらにこうでしょ。フードはこんな感じ。フードはまあ小さめですね。はい。で、下が、こんな感じ。真っ黒です。真っ黒。ちょっとダボっとした感じ。こういう生地。こういうトレーナーみたいな。ふわふわ生地。だから、これ、なんか、細身のジーパンとか合わせてもかっこいいかもしんないね。なんかさ、ちょっと、これ淑女じゃないな。いや、これはなんか、運動する人みたいな。運動が似合いそうじゃない？これ。前閉めてみよっか。噛んじゃった。噛んじゃった。紐が痛い痛い言うてますわ。お醤油ちゃんちろり。まあ、こう。全部閉めたら、こう。全部閉めると変か。そうでもない。全部閉めてフードだけ出てると、なんかちょっと宇宙飛行士みたいな感じになっちゃうけど、ちょっと開けて、このぐらい開けて、ちょっとこっち、ちょっと襟っぽくして、ああ、いいじゃん、いいじゃん。かっこいい。いや、てか、これ、てか、これがめちゃめちゃ汎用性があるよね。ノースリーブベスト。ベストパーカーみたいな。ベストパーカー受賞です。ベストパーノースリーブベストパーカー受賞作です。これ、めっちゃいいよね。真っ黒でわかんない。で、この M っていうのがね、シノン眉のね、眉の M ですね。これさ、いろんなやつがあるんですよ。いろんなパターンのカラー、いろんなカラーのセットアップがあるんですよ。それ、いいな。なんか、これもいいな。これもいいんだけど、もっと欲しくなった、このシリーズ。ちょっと明日これで過ごそうかな。明日これで過ごそうかな。かっこよ。そうだね。基本的に、下は、まあ、こういうダボっとしたパジャマっぽい感じなんですけど、これをもうちょっとピシッとしたスキニージーンズだったり、ね、スキニーパンツだったりに変えてみてもいいよね。で、中にシュプリームのトレーナーとかでもいいよね。普通にいろんなトレーナーにこれ合わせられそうだし、これ単体でもすごくおしゃれでいい感じだし、このシリーズ、集めよう。でも高いんですよ。5000円ぐらいした。5000円ぐらいする、これ。でも欲しい。いろんなセットアップ欲しいからな。いや、でもこれは、また色違い、買いですね。ちょっとサムネ撮ろっか。オッケー、いいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回はセットアップ、今月買ったセットアップを紹介させていただきました。こうやればフードがもっと広くなるか。は
はい、ということで、この動画気に入っていただけたらぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。私はどういうジャンルで天下取りたいなと思ってるインフルエンサーなので、ぜひ応援よろしくお願いします。概要欄にゲームチャンネルとサブチャンネルがあります。あと公式切り抜きチャンネルもあるので、ぜひチェックしてください。ということで終わります。あ、ごめん。1、2、3、4、5。いい夜を。赤ピクミンは火に強い。かわちぃ。かっちょちぃ。うれちぃ。あ、すいません。早く終われってな。早く終われっていうような顔してますね。はい、終わります。編集してる方も多分。早く録画ボタン切れよと思ってると思うわ。ちょっと、このままで待ってみる。嘘嘘嘘、切る切る切る。